バルザック V ・ミラージュ3との比較図バルザック V はフランスの垂直離着陸機。ミラージュ 3V の試験、研究機という位置づけであり、垂直離着陸機によるアオン速飛行が主たる目的であった。実用的な垂直離着陸戦闘機の模索を行っていたフランス政府は、ミラージュ 3V の開発の前に、まず実験機を製造し、垂直離着陸機の研究を進めることとした。 これにより、試験機のバルザック V の開発が、アビオンマルセルダッソーと主導アビアシオンに発注された。名称は当初、ミラージュ3001バルザック、後にバルザック V001 と呼ばれた。バルザック V は、リフトエンジンとして8機のロールスロイス RB108、エンジンを、推進用エンジンとして1機のブリストルシドレー、オーフィウスを、胴体内に装備している。リフトエンジンは、 機体両側に2機1組で2セットずつ配置され、機体上面の4箇所のエアインテークから吸気する方法が採用された。このエアインテークは水平飛行時には閉ざされる設計となっていた。試験機としての性格上、機体情報を地上に伝達するためにテレメーターが装備された最初期の機体とされる。その他の外形はミラージュ3を踏襲しており、 デルタ翼機で推進用エンジンのインテークは胴体脇にある。水平飛行時の基本性能に関しては、ミラージュ3によって実証済みとの考え方と、実用機としては後にミラージュ 3V を開発するという2段階の考えにより、バルザック V の試験目的は垂直離着陸の研究に絞られ、軍用機としての装備、武装は施されることがなかった。 1962年10月13日に、軽流状態でのホバリングに成功、19日に非軽流状態でのホバリング、25日に2分間以上のホバリングを行った。1963年3月18日には、垂直離陸からの水平飛行への繊維飛行を成功させ、29日には垂直離陸から通常の飛行を経て、 垂直着陸という一連のサイクルを実現した。フランス及びアメリカ空軍により試験が行われ、性能は実証されたが気候が複雑に過ぎ、二度の致命的な事故を起こしている。最初の事故は1964年1月10日の低空でのホバリングを行う125回目の試験飛行中に発生した。降下中に翼が振動し最が地面に接触。 リフトエンジンが作動中であったため、そのまま転倒し墜落した。これは、自動安定装置の限界を超えたために発生した事故であった。機体の損傷は軽微であったが、パイロットは脱出できずに死亡している。1965年2月2日以降、修復された機体で試験が続行されたが1965年9月8日、再び低空ホバリング試験中に2度目の事故が、 発生した。事故原因は不明瞭であるが、油圧装置の制御不良が、リフトエンジンの使いすぎによる燃料の欠乏と、エンジンの停止が共に発生したのではないかと、推測されている。脱出装置は作動しなかったものの、機体の損傷は、修復可能なものであった。しかし、すでにミラージュ 3V の試験中であり、本機が修復されることはなかった。ありがとうございます。